が金です。今日も東京都内某所から動画をお届けします。まずは巷で大流行のあれを紹介。六角形の箱にちょこんと飛び出た三角二つ、青勘のいい、そうニャンチョコだぜ。俺もハマってポリポリ食ってもう夢中、食べ過ぎにでもついつい。ということでヤッホー来たよ。ちょうど配信が終わったところを見て。悪い、待たせて。別に、ニャンチョコ食べて。それで今日。ああ、リカはすでに知ってるか。その件ですか。いいリアクションだ。その未来ある女子高生ばっ。しかも被害者は全員私のクラス。いつ狙われるか。みんな次は自分じゃないかと。そうだから、それにこの事件の裏には。断定していいのですか。ああ悪いこと、何でもかんでも。あ、そう、俺はそうさ。それにこのまま野放しにしちゃいけない。もちろんです。ほうて、それにクラスメートが次々と転校。転校とか考えている子は。表向きはまだ。まあ普通の親ならあかん。だからこそ場所は九段下。オッケー。捜査と言いますけど。アコライツの書。事件発生の阻止と。四六時中見張って。まず事件発生の状。わかりました。まず事件。そこの女子生。連続殺人犯のこと。殺害行為。厳密に。何か意図を。ところでリカさんの。そこそこには。嘘ばっかり。上手。私も行きたかったんだけど頭が。女子校だからいいなあ。いい匂いだろうな。まあそこの場所は学校の犯人殺害の特定の会員。そんなものあんたも冗談じゃ。他人を傷。それちなみに実際のさ。この事件の特徴が全ての人。つまりはもちろん、うん、何のために実況なんてするのでしょう。それも含む。ちょっと何か情報。いやそうじゃなく、ルーキーに私たち一戦交え。当然そんな理由で。それじゃ。おいで私の悪魔たち。なかなか様になってきたじゃん。
オッケー。それじゃ、リカ、リリンは？私は、ああ、ええ。意外と交通量が少ないですね。昼間の交通量も、それはまだ堀の向こうに、だからだとする、確かこんな場所であえて道路をさ、なるほど。そういえば確認は、そうです、この事件女子生動画が、あ、いえ、実況動画、こんな動画もちろん悪質なやつ、決しても、なぜこんな実況、まだ推測ですけど犯人の目的か、見せること、どうかしました、何かがこちらを見ている、悪魔です、だまるで事件を調べに来るのを待ち構えていたみ、もしもアコライツの仕業なら、詳しい話は後でしましょう、今は戦って倒すことが先です。容赦はしませんよ。容赦はしないと。デビルだ。少なく悪魔がこの動画。それにこの殺人、メガキン、そうですね、その熱い思いをメガキンにしたら、ええ、殺人実況ど、噂をすればメ、 Hello, hello. はい、どんな情報、スマホのアプリレベル、うん、かなり明らかに映像値、なるほど、スマホでは確かに目の位置で、スマホで撮ると、つまりその通り、じゃあいい回答、そうは言っても、それは俺も行く、わかりました、ヘイルーキー、オーケー、いいお返事だ、ただな、あまり頑張り大切なこと、さて、いえ、え、ど、もしかして俺、何にしても撃退しましょう、打ち抜きも一撃で、もう
悪魔の襲撃は私たちを監視しているような。監視カメラを通して見ていたら人がいなくても問題ないでしょ。ほら、が確かに、がもちろん、それをか学園に罠。俺たちリポーラー、それで、あだ多分。そう、だってリベだから確かまだだなお。ええ。さっさと。容赦はしませんよ。悪魔の子ゼロ、学園で行われている可能性が高い。ああ君には辛い話だろうけど、誰かと交代しても構わないけど、リカはどもちろんやりますよ。だろうね。ヘイルキー、みんなの張り切ってんな。その調子で俺は調査に漏れがないか引き了解。さて、ええ問題どんな。ここは女子校。それは男子禁制の。あ先生は不敬でも私の。じゃあそれは最でも。あいえそうですか。女子校潜入って聞いて早引けしてきたわ。つかみはそこですか。お給料返上できてんだもので作戦はこうです。孫シャンとあなたは俺たちは他の子も本来の怯えたせ。サンシャンが話しかけたら。なるほど。二人とも何かあれば。何かな。遊びじゃないです。冗談よ冗談。バトルの前模擬戦が。それじゃ「デビルダウンロード」